みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は滝沢発電の手癖ということで、ちょっと珍しく右手のこのフィンガーピッキングのパターンについて、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。左手ではなくて右手の話です。アコギでも使えると思いますし、普通にエレキギターでも使えると思います。コード弾きとかの弾き語りとかにも使えるようなパターンだと思いますので、よかったらマスターしてみてくださいませ。うまくできるようになると、なんかこう音がたくさん出せて、うわ、すげえってなるかと思います。やってみます。こんな感じです。左手は C コードに限定してやってみます。こんな感じ。加えると、こんな感じの雰囲気になるわけでございます。でも、右手はずっとこの一定にして、左手でコードを変えているだけって感じなので、この右手のパターンさえ身につけてしまえば、まあ、割と簡単に。できるかと思います。ちょっと覚えるまでが大変かもしれないですけどね。まあ、興味があったら、レッツトライしてみてくださいませ。まず最初に、親指と中指、薬指で、まず3本弦をいっぺんにバンと弾きます。弾く弦は何でもいいです。この2本が1弦、2弦でも構いませんし、2弦、3弦ずれ込んでも大丈夫です。ただ、この親指の P は常にルートを押さえていきたいので、G コードだったら、6弦、C コードだったら5弦みたいな感じで、こっちの親指の弦に関しては、ベースを弾くようにしてくださいませ。で、その次、また P が来て、薬指、中指、人差し指とかでまとめて弾きます。言葉で表すと、タツタって感じですね。タツタ。で、この I は、人差し指はカッコって感じです。弾いても弾かなくてもどっちでもいいです。で、その次、P でツを入れて、タツタッ、こんなリズムを作ります。この親指が6弦もしくは5弦とかに当たって、このフレットに弦をぶつけるわけですね。そうすると、このフレットと弦が当たる音で、パチッという音が出るので、これを軽く鳴らしてあげましょう。タツタッ、タツタッ、こんな感じです。で、その次、ややこしくなってきます。つの後は、人差し指、親指、そして MA。ちょっとわかりづらいんですが、ここからやってみるとすると、つてとか、つてとか、こんな感じです。合わせると、タツタツテとか、こんな感じです。で、その続きのほうも行ってみると、ちょっと休符を置いて、IMA と、ちょっとわかりづらいんですが、IMA。タツテトタツテ、タツタツテトテトテ。で、その次、またツが来て、人差し指、P。これが基本のリズムになります。タトタツテトテトテツテト、タトタツテトテトテツテト、タトテツテトテトテツテト、タトテツテトテトテツテト。で、これを速くしていくと、こんな感じです。で、たまにこの一発目の音をそのダウンストロークにしたりとかして、遊んでみると良いかと思います。ダウンストロークからスタートして、ギャーとかつてとでとでつたとん、ギャーとかつてとでとでつてとん、ギャーとかつてとでとでつてとん、ギャー。
通のコードで鳴らしてみると。もしまだ余裕があるよという方は、ここの後、ここの部分に何かしらのこのハンマリングとかスライドとかを入れると、面白いかなと思います。例えば、C から G にコードをチェンジする曲があるとするじゃないですか。G のハンマリングをここで行うんです。C で弾き始めて、G のハンマリングをここで行います。ちょっとやってみると、こんな感じ。もう一度。ちょっと C と G を繰り返してみます。こんな感じです。なんかこの音がたくさん鳴ってるような感じがして、うわ、すげえみたいな雰囲気になるかと思うんですが、まあ、ゆっくりやってみると、まあ、こんな手順でございます。なんて言うんでしょう、最初はすごい難しく感じると思うんですけども、本当、こういうのって結構癖だったりとかするんですよ。右手がなんかこの、ね、流れをなんとなく覚えてきてくれれば、そんなに認識しなくても、なんかこういう動きが出てくるかと思うので、とりあえずまあ、ながら練習とかでいいので、何百回も何百回も繰り返して、右手にこの動きを染み込ませてあげてくださいませ。ポイントとしては、あまり動きが大きくなりすぎないようにすることです。ちょっと横から見てみると、こんな感じ。あまりこの手自体がこの、ね、大きく動いているのがわかりますでしょうか。ちょっとこの2を打つために少し親指を振りかぶっていますけれども、できるだけ小さく小さく。動いているのがわかるかと思います。このくらい、肩の力を抜いてリラックスして、コンパクトに、素早く、焦らず、ゆっくり、急いで、ちょっとパターンを繰り返してみてくださいませ。とりあえず、まあ、そんなところでございます。なんとなくできてきたら、普段の弾き語りとかにも使ったりとかして、遊んでみてくださいませ。というわけで、珍しく右手のパターンの練習という感じでした。このパターンを使っていろんなコードを弾いて、また楽しんでいただければなという感じでございます。それではちょっとさらっとしてますけれども、今回はここで終わりにいたしましょう。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。